カナダ、オーストラリア、オランダ、シンガポール、インドのどれかに絶対に永住しなければいけない場合、どういう理由でどの国に移住しますか。もうこの中でいくと全部英語で喋れるところなので、住んでて面白そうとかでいくと、シンガポールは僕多分 2、3ヶ月で飽きる自信があります。あ、狭いんですよね、シンガポール。で、500万人しか人口がいないので、やることほぼなくなっちゃうんですよね。で、引きこもるだけになっちゃうので、なのでシンガポールないっすね。で、行くと、まあ、カナダ、オーストラリア、インド、オランダのどれかになるんですけど、他の移動しちゃいけないんだとすると、オランダも結構暇になっちゃうと思うんですよね。なので、まあ、面白さで言ったらインドかなと思うんですけど、ただインドネットが不安定なんで、僕、その、ネットフリックスとか見て、過ごすのが割と好きなんですけど、ネットが不安定、インドっていうのがちょっと厳しいので、そうするとオーストラリアかカナダになるんじゃないかなと思うんですけど。あ、でも、インド自体は面白いですよ。その永住するんだったら飽きると思うんですけど、ただ旅行で行くんだったら、半年とかでも全然インドは楽しいと思います。要は南の方と、そう、北の方とかで全然文化違うんですよね。なので、インド国内旅行だけで全然楽しめると思いますけど。